ウィリアム・リーポーターはアメリカ海軍の駆逐艦。フレッチャー級。艦名は南北戦争で総攻砲艦へセックスを指揮して活躍したウィリアム・リーポーター大将にちなむ。本艦はアメリカ海軍においてウィリアム・リーポーターの名を持つ唯一の艦である。ウィリアム・リーポーターは今日では真偽の怪しい話も含めて不幸な艦であったと言及されることが多い。 ウィリアム・ディ・ポーターは1942年5月7日にテキサス州オレンジのコンソリデーテッドスチールで寄港。1942年9月27日にメアリー・エリザベスリーダー町の手で浸水した。その後ウィリアム・ディ・ポーターは1943年7月6日にウィリフレッド・エン・ウォルター少佐の指揮の下で収益した。浸水式に臨むウィリアム・ディ・ポーター。 1942年9月27日、ウィリアム・リー・ポーターは、収益から間もなくオレンジを出港し、テキサス州アルベストンとルジアナ州アルジアーズを経由し、1943年7月30日に、大やけみのためキューバのグアンタナモワンへ向かった。1ヶ月後の行使完了後、バミューダを経由して9月7日に、サウスカロライナ州チャールストンに到着した。 ウィリアムリーポーターは、チャールストンで公け試み後の修繕を行った後、月末に、バーニジア州のフォークへ移動する。そこで、ウィリアムリーポーターは、空母、イントレピトラ大西洋艦隊の両艦と共に、約5週間にわたって、演習を実施した。1943年11月12日、ウィリアムリーポーターは、戦艦アイオワと合流した。アイオワには、 カイロ会談とテヘラン会談に参加するため来たアフリカへ向かうフランクリン・ルーズベルト大統領が上官していた。アイオアと合流するためのフォークを出港する際に、ウィリアム・リー・ポーターは不幸な事故に遭遇していた。ウィリアム・リー・ポーターがカン務方向へ移動した際に怒りが停泊していた姉妹艦の手すりとボートダビットを切り裂いてしまったのである。翌日には、波浪によって、 ウィリアムリーポーターの甲板から爆雷一発が海中に落下して爆発した。その結果、ユーボートからの魚雷攻撃だと誤解したアイオワと護衛艦艇が一斉に回避行動を行った。ただし、ウィリアムリーポーターとアイオワの公開日誌には11月13日に爆雷の喪失やユーボートの捜索について言及はない。双方の日誌に言及があるのは ウィリアムディ・ポーターの第3ボイラーが配管故障を起こした結果、艦隊から落語してしまい、第4ボイラーが稼働するまでその状態が続いたことだけである。11月14日、ルーズベルト大統領の要望によって、アイオワの戦闘能力を実演すべく、対空戦闘訓練が取り行われた。演習は標的として多数のバルーンを放って行われた。バルーンの多くは、 アイオワの対空砲手によって撃ち落とされ、少数のバルームは、ウィリアム・リー・ポーターの方へ流れて同艦によって撃墜された。また、ウィリアム・リー・ポーターと他の護衛艦,艦艇は、アイオワを敵艦に見立てて、雷撃を想定した訓練を実施した。ところが、アイオワに向けられていたウィリアム・リー・ポーターの第二魚雷、発射艦から突然魚雷一本が発射されたことで、訓練は、 混乱に陥ることになった。ウィリアムリーポーターは直ちにアイオアに対し魚雷、接近を知らせようとしたが、無線風刺の指示を守って、発光信号で連絡を行った。しかし、ウィリアムリーポーターは、当初魚雷の進路を見誤り、さらに魚雷を海に放ったということよりも、ウィリアムリーポーターが交代しつつあるという内容の誤ったメッセージを繰り返した。危機的な状況に、ついに、 ウィリアムリーポーターは、無線風刺を破り、アイオワに魚雷が接近しつつあるという警告を暗号を用いて発信した。アイオワは魚雷を回避すべく急転打を行った。その間、ルーズベルト大統領は、魚雷が接近しつつあるという脅威を認識し、様子が見られるよう、シークレットサービスに彼の車椅子を戦艦の橋へ移動させるように頼んだ。それからほどなくして、魚雷は、 アイオワの約3000ヤード広報の鉱石の中で爆発した。アイオワに損害はなかったものの伝説によれば、ウィリアムリーポーターがある種の暗殺計画に関係していたかもしれないという懸念からアイオワは主砲ポーターに向けたという。これらの事件は14時36分の魚雷発射から14時40分までの約4分間に起こったことであった。事件後、 ウィリアム・リー・ポーターと上院は事件の取り調べのためにバミューダへ向かうように命じられた。ルーズベルト大統領はこの出来事を事件ではなく事故として扱うように介入したもののアイオワに魚雷が発射されないように魚雷の雷艦を外していなかった過失によって水雷分隊長ロートン・ローソンには労働刑が課せられた。インターネットメームで語られることとは対照的に 艦長のウォルター少佐は事件によって更迭されることはなく、1944年5月30日まで、ウィリアム・リーポーターの艦長職に泊まった。彼は後に、他の艦でも、艦長を務め、最終的には少々に昇進している。ウィリアム・リーポーターは1943年11月16日から23日まで、バミューダに滞在したが、 艦の日誌にはインターネット上に流フしているような海兵隊員が待機していたことや乗員全員が逮捕されたということについて言及はない。11月25日にノーホークへ戻ったウィリアム D ・ポーターは太平洋方面へ送られることになった。12月4日に出発したウィリアム D ・ポーターはトリニダード島を経由して12月12日にパナマ運河へ到着した。 運河を通過して19日から21日まで、サンディエゴで過ごし、アリューシャン列島での活動で必要とされる防寒服や、その他の装備品を積み込んだ。1943年12月29日、ウィリアム・リー・ポーターは、ウナラスカ島、ダッチハーバーに到着し、第94任務部隊に加わった。1944年1月2日から4日にかけて、ダッチハーバーから、 アダック島へ向かい、1月7日にハワイへ向かうまで訓練任務に従事した。1月22日に真珠湾へ入港し、2月1日に駆逐艦母艦ブラックホークを護衛して、再びアダック島へ向かった。2隻は9日後に到着し、その後4ヶ月間、ウィリアム・ディ・ポーターは第94任務部隊で比較的平穏な時間を過ごした。ウィリアム・ディ・ポーターは、 アリューシャン列島の様々な島をめぐり、主に対戦護衛を行った。1944年5月30日に、ウィリアムリーポーターの艦長が、ウォルター少佐からチャールズ・エム・キース中佐に交代した。6月10日、ウィリアムリーポーターは、アッツ島を出て、千島列島を目指した。ウィリアムリーポーターら第94任務部隊は13日の早朝に到着し、 松和島の目標へ午前5時13分から艦砲射撃を開始した。20分後、ウィリアム・ディ・ポーターのレーダーが左舷方向から55ノット町で接近する正体不明の水上目標を捉えた。レーダー手はその目標を敵の魚雷艇であろうと判断し、ウィリアム・ディ・ポーターは松和島への砲撃を中断して新たな標的へ砲撃を行った。すぐにレーダースクリーンから 目標の反応が消え、第94任務部隊の放火の犠牲になったものと思われた。ほどなくして任務部隊は任務を完遂し、給油のためにアッツ島へ戻っていった。6月24日、ウィリアムリーポーターと第94任務部隊は千島列島での二度目の任務を行うためアッツ島を出発した。二日後に海上の霧はだんだん濃くなっていき、26日に バラムシルト沖へ到着した時点で、視界は200ヤード程度まで下がっていた。ウィリアム・リーポーターは、艦砲射撃を行った後に、第94任務部隊と共に、アリューシャン列島へ戻った。1ヶ月の訓練を行ってから、アリューシャン列島での最後の任務のために8月1日、クルクワンを出発した。2日後、第94任務部隊は、 敵の総発爆撃機に追尾され、護衛の駆逐艦が対空砲火を行った。これは任務における唯一記述すべき出来事だった。なぜなら、悪天候と敵の偵察機の出現によって、翌日に任務は中止されたからである。ウィリアム・リー・ポーターは8月4日に、アッツ島のマサカー1に闘病した。1ヶ月間の対戦紹介の後、ウィリアム・リー・ポーターは、 西太平洋での活動に備えてサンフランシスコで短期間の入居を行った。修理完了後、9月27日にサンフランシスコを出港したウィリアム・ディ・ポーターは10月2日にオアフ島へ到着した。新珠湾沖で2週間の訓練を行った後、18日に西太平洋へ向けて出発した。12日後、ウィリアム・ディ・ポーターは アドミラルティ諸島をマヌス島のゼイアドラ湾へ入った。ウィリアム・リー・ポーターは11月初めにマヌス島を出て、ホーランディアからレーテ島へ攻撃貨物輸送艦、アルシャインを護衛した。チャールストン海軍交渉におけるウィリアム・リー・ポーター。1943年9月24日。ウィリアム・リー・ポーターの西太平洋に到着は、レーテ島の戦いに参加するのに遅すぎたものの、 サンペドロワン到着後の戦闘は未だ続いていた。ウィリアムリーポーターが怒りを下ろして間もなく、日本軍機が在白艦艇への空襲を仕掛けてきた。最初の機は、ウィリアムリーポーターの射程外で金棒の駆逐艦の対空砲火に撃墜された。2機目の敵機が現れたものの、ウィリアムリーポーターの5イン地方はその敵機を炎上させた。ウィリアムリーポーターは、同年の残りを零手と、 ホーランディア、マヌス島、ブーゲンビル島、そしてミンドロ島で護衛任務に従事した。レーテ島からミンドロシママを航行中だった12月21日、ウィリアム・ディ・ポーターは再び敵の空襲と戦うことになった。2機が低空飛行で接近し船団の近くに数発の爆弾を投下した。ウィリアム・ディ・ポーターの手法は敵機が姿を現すとほぼ同時に射撃を開始したが、 効果はなかった。投下された爆弾はかなり離れたところに着弾したが、敵機の方も明らかに損害はなく離脱していった。間もなく、さらに4機の敵機が攻撃を仕掛けてきた。ウィリアム・リー・ポーターは最も近い2機を射撃して、そのうちの1機を撃墜した。2機目も近くの駆逐艦と共同で阻止された。残りの2機は、無事に逃れていったものと思われた。 真夜中にかけて戦団は敵機に付きまとわれたものの攻撃を仕掛けてくるほどの大胆さは持ち合わせていなかった。夜明け前にウィリアムリーポーターは物資を満載したまま放棄されていた敵集停を破壊した。ミンドロ島への護衛完了後、ウィリアムリーポーターはルソン島への上陸に備えるため12月26日にサンペドロ湾へ戻った。リンガエワンでの作戦の間、 ウィリアム・リー・ポーターは、ジェシー・ビー・オルデンドルフ率いる火力支援部隊第77.2任務軍機下のリンガエンワン支援軍に参加した。1945年1月2日にサンペドロ湾を出撃したウィリアム・リー・ポーターは、翌日にレーテ湾で任務軍に加わった。第77.2任務軍は、スリガオ海峡を抜けて南下し、それからミンダナオ海を横断して、 ネグロス島南端を回り、そしてネグロス島、パナイ島、ミンドロ島、最後にルソン島の西岸をほぼ北に進んだ。任務軍がルソン島南西沿岸に到着すると、ルソン島を基地とする敵機の航続距離内に入った。1月5日の朝に特攻機を含む敵機が空襲を開始した。最初の空襲の間、ウィリアムリーポーターに出番はなかった。なぜなら、 戦闘空中紹介の戦闘機が任務軍に効果的な上空援護を提供していたからである。しかしながら16時50分に最後の空襲で敵機が CAP を突破して攻撃を仕掛けてきた。17時13分頃にウィリアム・リー・ポーターは敵機のうち3機に対空射撃を開始したが暗くなるにつれて対空砲火の効果がわからなくなっていった。空襲の間、 従巡洋艦、ルイビルと護衛空母マニラベイが特攻機の突入により大損害を受けた。6日の夜明け前、ウィリアムリーポーターは任務軍の両艦と一緒に上陸前の支援砲撃を行うためにリンガエワンに入った。その日を通して上陸支援に当たる艦艇に敵機が散発的な空襲を仕掛けてきた。その日の午後、ウィリアムリーポーターは遊軍部隊の上陸を支援するために 日本軍の沿岸砲台に砲撃を始めた。17時38分に一機の敵機が現れたが、ウィリアム・ディ・ポーターの対空砲火によって容易に撃墜された。それから2分後、今度は総発の一式陸上攻撃機が向かってきたが、こちらもうまく撃ち落とした。一連の対空戦闘の後に、ウィリアム・ディ・ポーターは本来の上陸支援任務に戻った。 1>, 1月9日の上陸後、ウィリアム D ・ポーターの任務は、地上部隊が必要とした場合に、火力支援を行うことと、敵に対して、夜間の妨害砲撃を行うことに変わった。それから1月11日から18日にかけて、リンガ郡湾沖で第77件に任務軍と共に、日本海軍の水上部隊の侵入を防ぐため待機、した。18日に再び、 リンガ沿湾へ入ってからは、沿岸部の地上部隊支援と白地の対空、対戦警戒任務に従事した。2月3日には、放棄されていた敵集艇を砲撃し、日本側が上陸部隊への反撃や脱出に使用できないようにした。以降は2月15日まで対戦、対空警戒を継続した後、ドック型揚陸艦リンデンワルドとエッピングフォレストを護衛してグアム島へ向かった。 一時的に、リンガエワンに戻った後、ウィリアムリーポーターは、沖縄での戦闘を支援するために、レーテ島へ移動した。3月の初週まで、レーテ島に泊まった後、ウィリアムリーポーターは、西方諸島攻撃軍の砲撃支援部隊に配属され、カブガン島で1週間の砲撃訓練に参加した。3月21日に、ウィリアムリーポーターはフィリピンを離れ、25日朝に、 琉球諸島へ到着。実質的に無抵抗なケラマ諸島占領の支援を行う。3月25日から4月1日にかけて、ケラマ病地における対空、対戦警戒を実施し、また、地上部隊が時折遭遇した警備の抵抗に対する支援砲撃も行っている。しかし、4月1日朝から始まった沖縄本島での戦闘で、 ウィリアムリーポーターは、モートンデヨ少々の支援部隊である、第54任務部隊に再加入することになった。ウィリアムリーポーターは、沖縄本島占領を目指す、地上部隊への火力支援を提供し、同時に、第54任務部隊の大型艦艇の対空、対戦警戒と作戦を支援する総改定の援護も、行った。4月1日から5月5日にかけて、 ウィリアムリーポーターは8500発を超える5インチ砲弾を沿岸目標とひっきりなしに進行部隊へ来襲する敵機へ打ち込んだ。この期間中、ウィリアムリーポーターはさらに5機の撃墜を記録した。九州や台湾を発進した日本軍機による空襲は続き、アメリカ側は速やかにレーダーピケット艦による警戒線を沖縄周辺に引いた。そして、 ウィリアムリーポーターも5月初めにこの任務へ加わることになった。5月5日から6月9日にかけて、ウィリアムリーポーターはレーダーピケット任務に従事し、艦隊へ接近する敵機を警戒するとともに、迎撃に向かう遊軍機を敵機へ誘導した。ウィリアムリーポーターはまた自らの対空砲火でも敵機を撃墜しており、誘導した遊軍機によるものと合わせて7機の戦火を記録している。 沈みつつあるウィリアム・リーポーターと救援活動にあたる上陸支援艇 LCS-1221945 年6月10日1945年6月10日,1945年6月10日ウィリアム・リーポーターは類のない神風攻撃を受けて致命傷を受けた午前8時15分旧式な99式艦上爆撃機が突然雲から飛び出すとウィリアム・リーポーターめがけて突っ込んできた ウィリアムリーポーターは特攻機を回避することに成功し、その99式艦爆は、資金の海面に落下した。ところが、どういうわけか、爆弾を積んだ機体は、ウィリアムリーポーターの真下へ入り込み、そこで爆発した。突如として、ウィリアムリーポーターの艦隊は、水中爆発によって海面から持ち上げられ、ついで海面に激しく叩きつけられた。これによって、 ウィリアムリーポーターは電力を喪失し蒸気配管が破断したほか各所に火災も発生した。乗員は3時間にわたって消火活動と損傷の修理に奮闘しながら何とか管を救おうと活動した。しかしながらそれらの努力は結果として無駄であった。総員体管が命じられてから12分後にウィリアムリーポーターは右辺へ転覆し艦尾から沈んでいった。奇跡的に 上院に死者、重症者が一人も出なかったのは不幸中の幸いであった。ウィリアム・リーポーターは1945年7月11日に海軍官邸名簿から除籍された。ウィリアム・リーポーターは第二次世界大戦における選考で4個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。